こんばんはです。こんばんはです。今日は夜ご飯を食べようと思います。すごい、なんじゃこりゃ。娘が、すごい、新聞、探偵の 新聞のやつ。なるほど、私の口癖が。月見バーガー、もうね、ここにあります。もうお腹空いたので食べようと思います。とりあえずポテト。うん。と言ってもですね、私お昼ご飯もうハンバーガー食べてて でもうポテトもお昼の なので、もう結構ね、冷めてます でもこのミニバーガーはさっきレンジで温めました。今食べたら結構パサパサしてるんですけど、まあまあまあ、そう、もう合わせて買ったんだよね。もう家から出たくなくてもう出たくないなーと思いました。ではようかなと思います。いつも冷凍食品をストックしてるんですけど、それもね、もうなくてちょっと頭抱えましたね。じゃあいただきます。パク、これです。ノーマル月見です。なんかノーマル以外はチーズが多分入ったんで、チーズダメだと思って、ノーマルにしました。ノーチーズです、これは。いただきます。おいしい。もう今年に入って何回目だろう。今年に入ってないこの月見バーガーを食べる配信をして何年目なのなのだろうか。ノーマルだよ。結構高齢かも。なんかなんだろう、月見バーガー食べたことなくて、それまでで食べようと思ったけど、なんか食べるタイミングなくて、そこで配信でじゃあ食べるってなったんですよ。
2020年うん、あっためました。おいしい、なんか年々おいしくなってる気がする。年々おいしい。企業努力ね。いつまで売ってる？なくなったらねって感じだったよ。いいですね。クーポン？クーポン使ってないや。ドリンクはメロンソーダ。でもナゲットもさ、買おうか迷ったんよね。めっちゃ迷ってね、やめたんだよね。エビも気になる。パサパサしてる。ゆずこしょう？今そうなんだ。そう、しわしわ。
美味しいです。ベーコンとさ卵って合うよね。ねえ、うんうん、ソースも最高。モーニングね、行きたいんだよね。モーニング朝って最高。最高です。あそこどこだっけな、東京にいるときにみちゅさんとモーニングしに行ったんですよ。何だったかな、あ、デニーズだデニーズ美味しかった。とてもいい一日の始まりになりました。デニーズ美味しかったな。うん、広島ないんだよね。え、少ないっけ。広島ないんだよね。東京に行った時しか食べれないから、まだ1回しか行ったことない人生で。うん、羨ましい。広島は何だかな、何だっけ、コメダコーヒーならあるけど、ガスト、サイズある。うん、コメダコーヒーとなんかびっくりドンキーってすごいあれだよねメニューとなんかびっくりするサイズですよね。デニーズはなんだっけな、あれなんだっけ、あれ
フレンチトースト美味しかった。コメダのおすすめはポテト。あ、へえ、そうなんだ。コメダはクリームソーダだよ。クリームソーダとポテト、私なんか食べて美味しかった。コメダ、何だったかな、もうすぐ忘れちゃう。ピザトースト、ピザトーストが美味しかった。めっちゃシラノンロール、食べたことあるかな、私ないかもしれない。カメラ行って、米田の豆が地味に好き。豆？コーヒーってこと？豆呼び。ん？あの豆、あ、あのお菓子もらえるやつ？ん？わかる。わかる、めっちゃ美味しい。あれ美味しい、あのあれ美味しい。モーニングはゆで卵を選ぶ。へえ、いいね。コーヒーゼリーをずっと食べてる。あ、美味しいんだ。米チキ美味しい。ロイホのパンケーキもおすすめ。あ、へえ。パンケーキ好きなんだよね、私。結構パンケーキね、私ね。結構好きなんだよね。うん。食べた。やばい。普通に食べた。普通に食べた。うん。美味しい。パン
ケーキ似合う。ゆっくり食べないとね。パンケーキ、ホットケーキと違う。ホットケーキ、あーでもどうなんだろうね、お店によって違うのかな。パンケーキってでもどうなんだろうね。でもなんかお店によって違いそう。ホットケーキをパンケーキって名前にしてるのもあるかもしれない。ね、確かに。今日誕生日、おめでとう。うばっちさん。ハッピーバースデー。さんやおしの一年にしよう。ウバッチさん、おめおめ。さあ、山下の一年にします。イエーイ。あ、もう乾杯って言われました。今ハンバーガー食べ終わってポテトタイム。へえ、お疲れで。ポテト、うん、お昼のポテトだから冷たい。ふん、うん、なんだ。ドリンクはメロンソーダ。ケチャップもらってない。ケチャップあるの？うん、希望したらもらえるんだ。隠れメニューだね。知らなかった。ケチャップ欲しいよね。なんかポテトってケチャップ合うよね。あ、今日夜は寒いんですか？え、そうなんだ。ナゲットももう一個くれる。ストローも。すごい。秘密情報。あ、なんかこれ吸いにくいと思ったらそういうことか。髪がさ、もうやばい、もしもしな。やばい、もうこのストローがやばい、もう吸えないんだけど。吸えなくなっちゃった。どうしよう。まあいいか。普通に飲むしかないわ。
うん、すごいなんか はあ、まあもう少なくなってきてたから、まあ、普通に飲むわ。せーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。開始30分ほどで食べました。イエーイイエーイ。でも多分今腹8分目ぐらいです。ちょうどいいのよ、8分目が。あーやば、急に眠気がご飯食べた。子供や。早い。夜ご飯だったな。人間らしくて可愛い。人間らしい。あ、チキ会ありがとうございます。話し会もありがとうございます。なんか福岡のが残暑になってた。あ、そうだ、あれなんだっけな、最初の日程の幕張が今回がラストの受付になります。ラスト。ふふふ、そうなんです。明日で終わり？あ、そうですね、明日の13時でもう再販受付が終わりか。知らない人多そう。次回はあと3日です。明日
日の13時まで。なんて書けばいいんだろう。会は先着ですね。明日の13時までか。喉に詰まったわ。えい。ポチッとな。こうした。よきよき。よき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 。ですね。ストーリー、あ、そう、ストーリーでは質問、悩み相談か、悩み相談を募集しました。そうなよね、文字数制限はあるけど、ラジオネーム
作りました。そうなの。そう、確かに。スクショくれるか。スクショくれるわ。ですね、ですね。やってみようと思います。うん。なんかラジオっぽくしようと思ってます。いい感じのアプリあればいいけど。ラジオネームですよ。いい感じになったら第2弾もしようかなって思います。ですよん。そう、ラジオネーム、ラジオネーム、ラジオじゃないけど、でも名前がある方は読んで、ない方はちょっと読んでいいか分からんので、とりあえずは読まない方向にしますね。うん、なんか送るの送れてない方は後から送っても分かるけん、それで24時間以内だったら。うん、そう、なんかラジオネームあったら読みますって書いたんですけど、なんか本当になんかそのままの方もいらっしゃるけど、本当にラジオネームある方もいらっしゃって、やっぱり、ああそうなんだ、ラジオネームってすごいんだみたいな、で効力を感じた。そう、完全に違う名前。お悩み、そうだね、ふわふわでもなんか、そうね、ちょっと重すぎると逆にちょっと答えづらいところはあるんで。そうですか。そうなんですよ。うん。こんな感じですかね。次回待ちでも全然やってみますわよ。
に縛りはないけどね。ですよ。悩み相談、うん、いろいろありました。全然違うのもあったけど、うん、ありました。でも答えるのが楽しみですね。どうしよう、配信終わったらもう撮ろうかな。そう、ムビアンにあげる。そうだよ。うん。まだ間に合いますよ。24時間。あと。明日のお昼まではできるけど、あ、そう、いろいろ投稿したりしてる。9月下旬のブログは、あのね、大阪の千秋楽終わっていろいろ文章書いたりまとめたりして送ったけど、明日以降の投稿になりますってなった。そうね、ふふふ、はがき？そう、それでなんだっけな、昨日の投稿になったけど、そう、動画ね、確かに何分なんだろう、でも多分何分でも良さそう。なんか
だっけな、先月なんだ、なんか第1弾メンバーと第2弾メンバーがね、あってさ、私第1弾だったんですけど、第2弾メンバーが始まるときに、なんか第1弾メンバーはこんな感じにしてますみたいなのがなんか紹介されたみたいな噂をね聞きまして、やばいってなったそれはやばいってめっちゃ、そう、めっちゃ恥ずかしくなった。私最初のブログでさ、めちゃくちゃ詳しく書いたんですよ、自分のことを。これをもしかして、もしかしてね、見られたのかな、分からんけどと思ったらやばいって。そうファンの方にね紹介だったんですけど、ね、そうね、確かにお試しメールもあったね。ファンクラブね、更新してますよ、ちゃんと。まあ、時々見てくれたら更新してるんでね。そうね、通知は来ないけど、会員証、確かに準備してるのかな。今準備してるのかな。それよ、ファンクラブイベントもねしたいですね、早く。確かにそうだよね。イベントもうそろそろなのかな。いや、受付まだないのか。なんかん
くお届けしたいですけど、ちょっとどうなってるんだろう。すごいな。配信あれかな、ちょっとタイムラグあるかもしれん。そうでもないか、ちょっとだ、ちょっと。違うわ。時々、そう、時々タイムラグ起きるけど治っていく。時差やん。ね、ちょっと時差やん。ちょっと時差やん。面白い。あ、そうなんだ。笑い方、私さ、最近ね、笑い方が、なんだろう、なんか狂気みたいな。なんだっけな、狂気、そう、怖いみたいな言われたんですけど、うん、やりました。そうなんや、ちょっとそうらしい、狂気を感じるらしい。でもなんかファンの方はなんだろう、ファンの方はなんか笑い方好きって言ってくれる方が多い。そうね、そう、ツボがね、ツボが確かにちょっと独特かもしれない。なんかそう、ちょっと独特かもしれんくて、だからちょっと時々ね、変に思われてしまう。なんかそういう意味の笑いじゃないのに、ちょっとなんかね、
そういう風になってしまって、あ、違うよってなるけど、そうなんだよ。なんかでもそう、自分で言って自分にで、なんかつぼる時あるんですよ。ちょっとおかしくなって、自分で言って自分で笑ったら、みちさんも笑うんですけど、なんかその自分で言って自分で笑うとこが好きらしい。みちさんのあのちょっと好みが結構なんて言うんだろう、変わってないみちさん、あ、ツボめっちゃ浅い。ツボ浅い人ね、みちさんとパンちゃんあとおきさん、この3人はめちゃくちゃツボが浅いイメージよ。パンちゃんも私が何言ってもなんか笑うんですよ。で、絶対これ面白くないみたいな、自分で言ってこれ絶対面白くないって思った話もって笑ってくれるから、もうなんか、え、私って面白いのかなって思ってしまうで、それで私もツボ浅いから二人でハッハッハッって笑ってる違うんよ、なんか話しとってこれ絶対面白くないみたいな、って話をしてしまうんよ時々、やばって思うけど、そしたらパンちゃんはハッハッハッ笑ってる。おきさんも何言ってもへへって言うからなんか絶対言うんですよ、へへって、そうやんへへって言うから楽しい。そうだよ、似とる。そう、とりあえず一回そう人受けしてくれる沖さん。私が何言ってもへーへー、そうなんや。みちさんもなんかいつの間にかすごい満面の笑みで話を聞いてくれてるあ、私もですか。私もツボ浅いかな。じゃあ私も加わってゲラのしてんのかもしれん、その4人が。ゲラしてんのです。その中でも、でもその中でもやっぱ一番のゲラはパンちゃんかもしれん。パンちゃんやばいよ、本当に何でも笑うから。
笑わん時もあるよ笑わん時もある。逆に笑わん逆に笑わん人笑わん人おらんかもしれん。パンちゃん、あ、そう、パンちゃんはそう、私にはそう、ツンデレなんですよ。で、ツンだからそのツンの部分でなんか私が何か言っても「え?」みたいな「何?」みたいな時はあるんですよ。でもそれそのツンがない時は全然普通に2人でいる時は特にツンないからずっと笑ってる。みんながいたらツンになるんだよね2人でいる時はツンないんだけどな。そうなんや。二人で遊び行くとかだったら全然ないけど、みんなでだけ話聞いてそうねでも話聞いてないって言ったらパンちゃんちょっと聞いとるわっていうけんちょっと言えんのよ。あんまりあんまり言ったらちょっとあれだから言えないのよでもなんだろうな二人でいる時はちゃんと聞いてくれるんだけど、そう、高崎彩子って4人になったらいつの間にかバンジョーなんかそう「え、何々何の話?」みたいなって言ってるような気がするよね。でもパンちゃんは聞いとるって言ってるけん、じゃ聞いとるんかなって。そうそうそう。聞いてたかみたいな。あんまりそう配信であんまりなんかメンバーのことを配信で言ったらね、なんかちょっと悪い風にさ。なんかさ伝わってしまうんですよ。なんかそんなつもりないのにさ、なんか悪い風に伝わってしまう時はいけん、ほんと気をつけなきゃだけ、あんまりね、そうなんや、話しすぎてもなんかちょっとなんかの原因になりそう。ダメよね。でも私はメンバーが私のこと話してくれたら嬉しい私は嬉しいけどね。え、なんかメンバーがサイアンの真似してたよとかも全然嬉しい。私は嬉しい子よ。暴露も全然ウェルカム全然ウェルカムですよ。ありがとう。暴露、何の暴露
笑っちゃう普通に。そうね、生誕祭ではちょっとあれだったけど、ショールームあるあるやな、配信あるあるや。そうね、どうしよう、今年もエナジーの話題しかなかっでも笑いしかなかったことはないよねまあ大半はって感じ。そうよ、最近エナジー、いやエナジー飲んでないことはないけど、そう、飲んでないことはないけどね、待ってそれ覚えとる、そうエナジー、そうなんよ、なんかみんあの生誕祭でサーヤンをエナジーっていう、まあイメージがすごいねついてだけん、なんかエナジーじゃない時じゃない時はあのそう今日は違うんよってちょっとどうやってるかもしれない、確かに今日は違う、今日は自分の力みたいなえでも言うてね、あれよエナジー、あの本物のエナジーじゃないですよ、あの本当にあの栄養ビタミンがいっぱい入ってるやつ、ビタミンとかあの本当にあのジュースですよ、にゃねはなんか栄養補給をしてるだけ、全然カフェインとかに頼ってはない、カフェイン入れんと本当に眠くてみたいなんじゃないですよ、ただジュースが好きでで炭酸が好きでみたいな、でなんか炭酸飲んでたらなんかすごいなんだろう、モチベーションにつながるというか頑張ろうってなるんです、好きだからさジュース、そう美味しいなってなる、そういうこと。でも結局はジュースもそんなになんだろう、まあまあ飲みすぎたらさ、まあ、よくないっていうのもあるから、それもちょっとだんだんとご褒美にしなきゃなって思っておるけどねそう、お茶飲む期間はちょっと一旦今ちょっとあれかもしれん、今はあそうメロンソーダ飲んじゃったな今日、カフェインでもさお茶のカフェイン入っとるやん、けんカフェインゼロのお茶は飲むようにはしてるけどね、なんかコンビニとかで迷った時はお茶飲みたいなって思った時はカフェインゼロって書いてあるやつを選ぶようにしとる。
でもウーロン茶とかルイボスティーとかなんだっけな、ジャスミンティーとか飲みたいけど多少は入っとるよね。お茶と言っても麦茶があるんだよね、カフェイン入ってないんだよね。あ、ルイボスティーないの？そう、ジャスミンティーは緑茶なんですよね。そうなんや。あ、レイバスティーはないのか。ノンカフェイン、ノンカフェイン。え、そう、私結構あの、なんだっけな、カフェインはこう効果抜群。お茶詳しい？お茶好きです。眠くなくなっちゃう。ただでさえね、夜眠くないのにね、さらに眠くなくなったらもうどうしよう状態よ。そうだよ、お手上げよ。うん、ルイボスティー飲むようにしようかな。麦茶もね、うん、あと水よね、あと水。ジャスミンはカフェイン入っとるですよね。おしゃれだし。ルイボスティー、でもルイボスティー結構あれよね、好み分かれそう。結構なんか薬みたいな味するってよく言われてるイメージ。うん、そう、結構薬みたい。確かに私も飲んで、そう言われてみれば確かに薬みたいな味するかもと思うけど、もう私にはもう薬よりもルイボスティーっていうの味っていう概念がもうできた。そう、チョコミントもよね、薬みたいな味みたいな言われるよね。合う合わんありそう。ふん。水の美味しさ、え、水って美味しいなって思う時ある。水って美味しい。そうなん。でも私はそう、気分によっては味がついてるものを飲みたくなるんだよね。うん、炭酸の気分の時もあるし、フルーツ、みかんジュースとかリンゴジュースとかの気分の時もあるし、でも最近はちょっと秋になってきて涼しくなってきたから、自販機に急に炭酸ジュースが並んでた ところ、並びがさコーヒーに変わっててさ、わーってなった。
もう全部ね、その列がコーヒーになっとったんや。わあ、変わってきましたよ。でも結局はあれよね、寒くなってきたらコーヒーもあったかいのも飲みたくなるから、今ほんとちょうどいい時期だよね。涼しい涼しい。今日寒いんだね。寒いのが来るぞ。どうしよう。なんか本当。10月になった瞬間にね、なんか朝と夜が急に涼しくなった。季節は日付を知っとるんかいってぐらいさって思うぐらいの急にだよね。10月になったことを知っとるんかい？あと3ヶ月か。すごいよね、10月から涼しくなるんだ。え、でも昼間はそんなに暑かった？昼も涼しい、ちょうど良き。金木犀、この時期は体調崩しやすくなりそうですね。え、半袖で過ごしやすい。へえ。じゃあまだ半袖か、昼間。うん。寒い。でも急に寒くなったらさ、ちょっと寂しくなるよね。急に寒いなって。ね、センチメンタル、センチメンタルな季節。そんな感じになる。そうね。まだ焼き芋食べてないや。
でもなんか年中年中焼き芋っていうかなんていうのか甘いやつ甘い芋は季節問わずあるよねー。ですよね。時々食べたくなるんよね。でも最近食べてない。焚き火したわ。花火どうしよう。さすがにもうそろそろやばいぞ。やばい。そろそろちょっとサクサクエアコンのグループにいようかな。あのってそういうの切り口がさ面白すぎる。家に花火が200本あるので花火しましょうみたいな。面白すぎ。面白すぎ。返信来るかな。返信来るかな。さっき送りました。既読する返信しないよ。
だよ。なんだ、え、なになに、もう、なに、もう、なに、もしかして、もしかして何ですか、もしかして早っ、もしかして、早すぎ。誰がどこに潜んでいるかわからないですね。こんなに早いんだね。しかも何人もいる。何人もいるし、すごいな。身をもって凄さを実感。すごい。気をつけなきゃね。どうやろうか、そんな早くはないかも。早い、ちゃんと見てるときは早いけど。あ、愛子から来たわ。やりたーい。
ちゃんはまだ記録なしです。よいしょ。やったーやったー。実現しそうです。よかった。湿気出たらごめんよ。花火チャッカマンとバケツ用意せんとか。ろうそく、あ、ろうそくか。鉄は鉄のやつ、鉄のやつ。ろうそくも必要。そうなんだ。なるほどね、確かに。つけやすそう。
しみ楽しみ、イエイイエイ。あとはパンちゃんがいいよって言ったら4人です。全部うん使い切ります。バケツもろうそくも全部用意してから、湿気てたらちょっと悲しいけどね、湿気てるって。それよ。湿気てたらどうなるんだろう。もうつかないだけか。あれつかんくないってなるだけぐらいか。したらもうしたら全部試してみて、つかんかったらありがとうございました言って解散説、解散ありがとうございました。買って帰るよ。アイス買って帰るか。綺麗なバケツとろうそくを持って帰るだけよ。これはいつ使おうって、次回はいつ使おう。いやちょっと離れよ、ちゃんと持って帰ります。綺麗なバケツに入れて持って帰ります。あれどうなった？ループ。
戻ったかな。どうなってるんだ。あ、戻った。点滅してた。いや、充電はねできてました。戻った、よかった。結構バグってた。結構なバグだった今の。端末のあれかな、何なんだろう。熱くなってるか。熱くもないかもしれない。熱いのかな。バグでしたね。なんか結構昔のコメントが今出てきたもん。急に。多分昔のコメント。タイムリープ。昔の出てくる時ある。あ、へえ。見てる側も。数分前の映像が出る時はバグっとるね。へえ。怖いねそれは。タイムリープ。最初の方のやつか。少し前の配信内容が流れるの。すごくない？すごくないか。怖い話。怖い。みんな体験してたんだね。実は過去の私の配信を見て、私も今今ね昔のなんかコメントが出てきて、え？ってなった。なんか今出てきた。あけん、何のことって今思ったもん。コメント見て、なんかクララが立ったみたいな。クララが立った
たいなのが流れましたけど今。え、今日じゃない、多分ちょっと前、私が何だか何か取りに、あ、カレーパンかな、カレーパン多分取りに行った時に、なんかお腹減ってからの時になんか立ちたくないよねって言った時に、じゃあちょっと一回あれしますって言って時にの、多分その時のやつじゃないかなと思った的に、そう多分クララが立ったとかっていうコメントがあったのかなって今思ったよね。そう止めた時のやつ、それが今流れた。しかも私止めてから見てないから、こういうコメントが流れてたんだって思って、びっくりした今一瞬。だからなんで、なんかそういうなんで立たないのみたいな、なんかそういうコメントがあって、えって今一瞬思った。今私ずっと座ってるけどみたいな、そう、あ、本当ですか。あ、でも皆さんはあれ今日のってこと、今日の最初の頃の配信が流れるってことか。へー、日付を超えたことはないんですね。私は何だったんだろう今私はもう日付を超えた。タイムリープや。話だった。ちょっと今日さ、その話してないもんね、クララが立った。してないもんね。そう、私も初めて見たからそのコメント。そういうことか。びっくりした。どういうこと？どういうことよね。いや、そうよ、今私はそういうことかって言ったけどそういうことよ。バグってことよ。てクララの話してないよ今日今日。そう、別にこういうね、そうなんよ、あのね、解決できないことはね、もうそういうことかってね言ってね、なんとかねもう理解するしかないよ。もう理解するしかない、こうなってしまっては。
ポルターガイストかな。もしかして生き量ですか。もしかして生き量ですかね。キルを飛ばしました。飛ばしましたか。霊感ないです。そう、生き量って勝手に飛ぶらしいもんね。念ってあるもんね、ちゃんと。思いが強すぎると。飛ばさないでよ。勝手に飛ぶのに。でもまだ私に不調は来てないんで、まだちょっとなんとか阻止してるわ。こうやって、そう、なんかね、昨日だっけな、一昨日も写真撮ってたら急にそのカメラがなんかバッテリーがおかしくなってて、えってなったんですよ。私を撮ったら急に、あれ、バッテリーがってなって、え、もしかしてあれも、あれもかい。もうでも私も守護霊が強すぎて自分には危害は加わらんけど、周りに危害を。すまんね。私が強すぎてすまんね。なんで私の周りに危害が。
もんな、肩も全然重くないし。塗ってないな。歯は好き。今の話を今の話の流れで。確かに。でも私ね、なんかよくなんかね、メンバーがそう塩をさ持ってるみたいな言うね。私持ったことないもんな。うん、お清めのスプレーとかも持ってたりするよ。お店にあるっけ、なんかどっかで見た私。塩今んとこ大丈夫やわ。飛ばさないようにね。一応こうやって言っとったら、もしかしたらあれかもしれん、飛ばない可能性もあるかもしれん。ロジックが分からんわ。とりあえず跳ねのけるわ。私も無意識にちょっと跳ねのけとくわ。私が跳ねのけとるわけじゃないけんね、私の守護霊が跳ねのけとるけん。私の守護霊強いからな。この話この話何やばい、ちょっと急に面白くなってきちゃった。この話何なんだ。勝負だ何の勝負。いや、それをあれよね、本当に張本人が一回ね、そうやってこんなの話って。
え、でもそう、写真集を、そう、写真集って本当に結構念がこもりやすいって言うからさ、発売してからがさ結構あれかもしれん、急に肩がってなるかもしれん。いや、分からん、なんか分からんけどそう思うんよね私は。撮影の時は全然何もなかったけど、ね、写真集出したらさ、なんかそう、なんか証言がいくつかあるんです。うんと、まさかねって思っとったけど、急にある。うん、そう、なんかそう、あ、出た。からそう、どうなんだろう、ね、だからそう STU っていうか、そうのね、なんだろう、まあ、近く身近だけなのかなって思ったら、ところになんか村重さんが写真集を出した時ぐらいに急に体調がみたいな言っててってこれってってなった。そう、分からんけど、生きる、飛ばしてない飛ばしてないよ、村重さんには、にはっていうかみんなに、私飛ばさんよ、飛ばさんよ。無意識だから、無意識で嘘、飛ばしてない気がする。みんなに飛ばしてみようか一回皆さんに飛ばしてみようか今。どうですか。
今飛ばしてみました。来ましたか？来てないと思っとるやろ。じきにわかりますよ。じゃんじゃん。ありがとうございました。じゃあそろ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 終わろうかな。面白い。面白すぎる。面白すぎる。あ、話し会明日の13時までです。みんな忘れてないですか？ふむ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 、忘れずにね。10月21はもう最後ですからね。オンライン撮ってみた。おお、待ってる。オンラインもある。見た。次回が5日までの22時59分までで、ニックネーム登録もね、忘れずに。と、あとは写真集受付中ですね。
ああ確かに限定カバーもねありますよ。いっぱいいっぱいね。ヤンマがどうなったんだろう。高尾さん個人のファンクラブ、あ、うん、またあのグループの STU のとは全く別物ですので加入できますよ。追加しました。あ、忘れてた、よかった。ムビアン、あ、今日撮ろうかな感じ。ヤンマが気になる。名前、あ、うん、インスタ、あ、インスタ投稿しようと。あとは一人語りの謎の一人語りの動画撮ったやつもどうしよっかな。なんかムビアン名前をどうするか、一人語りだからまたムービーと編集してないから変えようか迷っとる。なんか本当に配信みたいな感じになっちゃったんですよね。深夜の語りにしようかな深夜の語り、語りエピソード1。あー、じゃあ動画もうじゃあ送ろっとマネージャーさんに。そうします。どうなんだろう、分からんね。名前覚えやすいの？どっちなんだろう。オンラインかリアルか。どっちもかもしれん。どっちも。そうね。でも。そう、リアルだったら名乗ってもらえたりとか。でも雰囲気はわかるしね。まあどっちも来てくれたら嬉しいけどね。
とはもう公園とかも結構覚えるけどね。リアル初めて、あ、名乗ってくれたらめっちゃ嬉しい。自己紹介の練習よろしく。うん、なんかそう公園で覚えてみたいな時も結構ある。公園で覚えてお話し会来てくれたらあってなる。ついに来てくれたかみたいな。そうなのね。そう、顔は結構覚えますよ。あなたはそう、あの時の、あの時の公園で。ふふふ。そんな名前なんだみたいな。そんな名前だったんだ。だよー。リアル話し会マスク、うん、マスクしてなかった。あれどうだったかな。自分はしてなかったけど、ファンの方はどうだったかな。2位だって。どっちでもいいって。あ、お渡し会もね、待ってます。渡せる券嬉しいな。写真集なかなかないか。で、2日しかないもんね、お渡しできるって。私のファースト写真集が、私本人からお渡しできるのはもう2日しかないんだよ。追加ないと思う、こんな感じだと。そうない。結構レアだと思います。後にも先にもないので、もうお渡し会ができるのが。と思います。そろそろオーバー。大阪ね、あれお話し会はあるけどね。お話し会はあるよ。私はもうお風呂入ったけん、もうあとは寝るだけだ。うん、ですか。
やったね。もうお腹いっぱいだ。今日休みでした。そう、あれ、なんか、そうだそうだ、ラジオみたいなやつして、あ、あとインスタも投稿する。ありがとね。体調変わったかな。今日ゆっくりできました。なんか結構寝転がってた。さやごろです。さやごろごろごろ。明日は結構長めの収録があるから頑張らなきゃ。ごろごろ。ゆっくりできたよ。変わったかな。まだか。今日はそう、チェキ会のこととか考えたりしてたわ。そうね、明日もいい日になるといいけども。読もうかな。よかった。キャピーさん、ひらにーさん、コッペさん、みつるんさん、 FCV 屋さん、オーサムさん、ロックオンさん、フジポンさん、マイセンさん、犬ちゃん、カタムツリさん、台湾のコウさん、セイヤンさん、トールさん、ホタテ様、ミッドナイトシュガーさん、ハムちゃん、イナッチさん、ケイさん、モモマルくん、猫のおかずさん、オウカーさん、ヤマさん、コロスケさん、大西くん、ヒデさん、リョウさん、タカノリさん、ユイチロウさん、トルタロウさん、ともきちさん、えびすさん、よもつくさん、はちちさん、ありがとうございます。読めたん。イエイイエイイエイ、ありがとうございました。ゆっくりとできました。じゃあねー、ありがとう、バイバーイ。